それが私の唯一望みなの。各方向お会いできて嬉しいですよ、大使殿。わ、残念ながら城はご覧の通りの惨状。にぎわいを取り戻したいのなら、お、戦で名を馳せ、人を集めればいいのですよ。よく。五冠末期、朝廷の悪政や天変地異により民は疲弊。そんな中、太平道の教祖張覚は布教により民心を得た。やがて張覚は数十万の信徒と共に乱を起こす。天や民の望む新たなる時代を切り開くために、事態を重く見た官邸は董卓らを派遣して乱の鎮圧を指示。統率された官軍の攻勢の前に張覚たちは徐々に追い詰められる。だが張覚は自らが掲げた合言葉を信じて疑わなかった。蒼天すでに死す、光天まさに立つべし。そして彼の揺るぎなき信念が奇跡を起こす。あ、兄ちゃん、我が弟よ。天はい、おお、あ、ん、いざ行か。蒼天すでに死す、官軍を討ち光天の世を目指すのだ。前線より官軍に押されているとの報告が。なんとか兵力差を覆さねばなりませんぞ。山賊に襲われている部隊もあるようです。こちらも救援に向かった方が良いでしょう。また官室腐敗の犠牲者である。我が力で進歩をし兵力に加えよう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。よし、勢いがあれば勝てる。敵将討ち取った。っ
やってくれるな。我が陣営も規制が上がろう。山賊や民まで襲っているようです。救いの手を差し伸べる。諦めて。神こそ救われるべき犠牲者よ。僕よ、万事の敵は民でも我ら高金でもない。我らと共に腐敗した官室を倒そう。諦めて。何を言ってやがる。俺らは今日の飯が食えればいいんだよ。俺と戦うのはお前か。あれはもう飢えることもない。我と共に来るのだ。あんたが作る好天の世を見てみて。この黄金と逃げてくれ。潔く知って。おお、さすがは兄じゃ。荒くれた山賊をけなずけるとは。諦めて。そなたの勇士こそ天意の現れ。誰もそなたに続かず。三国よ、我が力にひれ伏し。我が兵団に加わるがいい。何言ってやがる。俺様の邪魔をするんじゃねえ。諦めて。我が力となるがよい。なんて強いお方だ。俺もぜひ仲間にしてください。兄者の力で信徒が増えていきますな。官軍に対抗できる力も蓄えられましょう。さあ、今こそ我らの力を示すとき。進め黄金の子らよ。天霊、敵に
さらなる援軍が到着した模様。昇格様を狙い進軍中です。昇格様の護衛はオラたちに任せるだ。アキラ、すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。やってくれるな。我が陣営も規制が上がろう。アキラ、いざ馬毛機が相手となろう。抵抗しばれ、ここさえ我慢すりゃあとは楽だ。知って、私の知略に勝てるとお思いか。それがしか思われます。そなたの勇士こそ天意の現れ。我もそなたに続かず。次こそは我が知力でお前を倒す。おお、気合が入っているな。我らも続くぞ。
次こそは我が知略でお前を倒す。敵将討ち取った。私が決着してやろう。感触の犬め、何が改めるがよい。我ら天気の地と人を滑るものさ。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。これなら我が策も任せられる。邪魔をする者は全て葬ってくれるわ。諦めて抵抗しないで潔く知って。わしの野望はまだ終わっておらん。敵将討ち取った。ふん、今日は調子が悪かっただけじゃ。今度会った時は覚えておれ。何度戦っても同じこと。我は大権領主、天の声を聞く者よ。敵から目をそらさず戦うのだ。